6月21日、サッカー FC 周りの岡田武史オーナーが県庁を訪れ、知事を表敬訪問しました。岡田オーナーは、愛媛での感染者増加に向け、試合を見るだけではなく、半日過ごせるような場所にしていく必要がある。引き続き頑張りたい、と述べました。これに対し、中村知事は、FC 今治のますますのご活躍を期待していると述べました。